はいえー、皆さんこんにちはこんばんはそしておはようございますの方はおはようございます中野和平です本日はコンビカクトラビスジャパンより締めかけ龍也さんペガサスそして中村海斗さん狼オ,オカミシ面中こちらを行かせていただきますはい、えー、トラビスジャパンですね、えー、リクエストの方をたくさんいただきあのいろいろねやってみたいと思ったんですがなんと情報源がですね 結構まだネットの方に少なくて、僕の方でピックできなかったんですよ。まあ、なのでですね、もし、え、これを見ているトラビスジャパンファンの方がいらっしゃったら、あの、このエピソードは参考になるよっていうね、まあ、そういったもの自体でもいいですし、何かね、リンクの方とかね、ございましたら、ぜひ送ってください。えー、そこからね、分析の方をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。えー、その中でですね、今回この紙面中、えー、こちらは、え、そのね、情報の方ありまして、調べさせていただきました。えー、トラ a v i s j a えー、すいません。 デビュー曲のジャストダンス、先ほど見させていただきました。まあしかしですね、そのトラビスジャパンもデビューまでね、まあ、ものすごくねこの苦労というのをかけてきた上での、まあ、デビュー曲ということでですね、私の方でも感動しましたので、ファンの方々の感動をひとしようかと思いました。えー、本当にね、再生回数1000万超えということで、まあ、本当にね、えー、すごいなというふうに思っております。 それでは早速いきたいと思います。えー、このチャンネル面白いと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネルトーク、そしてスーパーサンクス、そしてコメントの方までぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてメンバーシップ、こちらの方も私運営の方させていただいております。えー、限定の動画配信、そして限定のライブ配信、こちらの方やっておりますので、もしよろしければご登録の方よろしくお願いいたします。そして YouTube 以外にも Instagram Twitter の方私やっておりますので、そちらもよかったらぜひ覗いてみてください。はい、皆様大変お待たせいたしました。今回も参りましょう。 よろしくお願いいたします。はい、えー、それでは紙面中、紙面下、龍也さん、中村海人さん、コンビ相手の方を分析させていただきます。えー、まず、あ、最初にお二人のファイバーリマルの方はこちら。はい。 と、えー、いうことになるんですが、えー、今回ですね、先ほど言いました、ウェブの方から情報のコピックさせていただきまして、分析の方を進めさせていただきます。えー、まず最初にですね、えー、このお二人が以前で、ね、なんか大喧嘩をしたという、まあこういった情報のがありましたので、まず最初にそちらの分析からしていって、えー、そのね、えー、仲の良さというふうに掘り下げていきたいかなというふうに思いました。 えっと、2019年に行われたグループでの主演舞台中に、まあ、誌面中でね、えー、披露する楽曲があったのですが、し、え、め、ー、かけくんの方がもっと練習しようと提案したところ、えー、中村くんにとってはそれが小言に聞こえてしまったみたいで、二、えー、人は舞台中にもかかわらず口を利かなくなってしまったというね、まあ、そういったことがあったそうです。中村海人さんはしめかけさんのストイックすぎるところに、えー、ついていけないと感じたものの、自分が悪かったことは分かっていたそうというね、 えー、こういった情報を拝見しましたで、えー、こちらを分析させていただくんですけどもこちらで、まあ、そのねケ、まあ、喧嘩になる原因、まあ、そちらになる動物と考えるときに出てくるのが中村海人さんのの本質の狼、えー、ここではなないいいかなという,ふうに思いました、あのー、これもね、えー、これまで喋ってまいりましたがその狼さんというものは、えー、自分のこれといったもの自分の好きなもの得意なものとかね、えー、自分がねとても気持ちを入れるものに対して ケチとというももののをほんんささやかでで入れられらるるめちゃくちゃゃくに怒るんですよ本当にめちゃくちゃにです。一気に100っていうのを超えてくるぐらいですね。思いっきりいけるんで、本当に皆さん注意してください。まあね、そういったものがこのオオカミさんの特徴にはありますので、このね、ファイバーアニマル上での赤の分析になりますが、そのまあきっかけとなったものは、このオオカミというものが大きいんじゃないかなというふうに思いました。であと、えー、先ほどありました、そのストイックすぎるところというところですね。 でこれは締めかけ龍也さんの本質のペガサスそして意思決定の像ここがそれにつながってくるかなというふうに思いますえー、っとまずですね意思決定の像こちらははい 職人派だもうまさにこれですね、えー、ゾウさんはその根本的な性質にそのストイックさっていうものがあるんですよ。もうこれっていうふうに決めたものに対して本当脇目も振らず一心不乱にしかも自分のペースで物事を進めていくっていうまあそういったところがあります。 で、そこに加えて、このペガサスさん。ペガサスさんというものは、まあ、本当によくも悪くもですね、読めないんですよ。めちゃくちゃすごい時もあるし、めちゃくちゃそうでない時もあるっていう、この村っていうものはすごくあるんですけども、これっていう、自分の中で見つけた場合。 その場合ですね、もう信じられないほどのストイックさ、もう努力というものもね、全く惜しまずに、もう本当にね、周りがまさについていけないというほどに打ち込むんですね。で、それでね、あの、いつも僕が出させていただいているのが、えっ、ー、と、元ね、プロ野球選手になります、イチローさんですね。えー、あの方が、スポーツ選手の、ま、ペガサスというふうになるんですけども、ま、他に、ま、元お笑い芸人というふうになるんですけども、あの、島田紳助さんとかがですね、ま、そのストイックさっていうところでは分かりやすい方なんじゃないかなというふうに思いますが、 あれほどに本当にペガサスさんっていうものはストイックさってものを実は持ってるんですよ。で、しみかけりゅうやさんの場合はそこがここにヒットしたプラス意識っていうの像っていうものがありますので、もうこれはまさに周りからしたら全くついていけないっていうぐらいの力、えー、そういったものをね発揮してくるんじゃないかなっていう風に思いました。まあそこにですね、まあもちろんねそのしみかけさんの意図というものは分かりませんが、えー、そのね一言というものがまあ、たまたまこの場合は中村のカイトさんの まあ、地雷っていうんですかね、まあ、何かに触れてしまったんではないかということをこのファイバリマルドの分析では、えー、僕はですね、まあ、そのようなものが理由ではないかなというふうに思いましたでこの参考にさせていただいた情報にも書いてあったのですけども誤、まあ、るタイミングを見つけられずっていう、まあ、これはご本人ではなく、まあ、これを書かれた方の意見だったんですけども、えー、実はそういった面が、えー、もしかしたら中村海人さんにはあるんじゃないかなというふうに、えー、僕は思いましたそれは 意思決定の羊羊なんですよ羊ですすよ、えー、これは羊の動画の中でも言ってるかもしれないのですけども羊さんはまずベースとしてめちゃくちゃいい人なんですよ、もう等しく全員ザ、ザいい人なんですけども、まあ、その中で羊さんというのはもうまさに平和の象徴と言っても過言ではないほどにまあ、本当にいい人になってきます。そして その、えー、良さのね一つとしてはみんな一緒だよねっていうこの考え方があるんですよ。で、それがいいところに働いていることももちろん多々あるんですけどもこれがですね、例えば今回の場合喧嘩というふうになりますよね。で、その場合にも思うんですよ。 あなたも一緒だよねって自分はとても悪かった。しかし、あなたも一緒だよねっていう、ここでもうその一緒精神ってものがついてくるというのが、実はこの羊さんにはあったりします。まあ、なので、実は羊さんというものは、相手に対して、 謝るとということが苦手なタイプだったりしますますあなので、えっと、今回ですね、まあ、ここに書いてあるんですけども,もうその誤るタイミングを見つけられずずるずる時間が過ぎてしまうことってありますよねってまあこれはね書いてあることなんですけどもまあそういったことがもしかしたら中村海人さんにはその性質上にはその特徴がありますのであるのかもしれないまあそのように、えー、思いましたまあしかしですねこのお二人のそのねそこからの相性の中というものは最後に、えー、お話もさせていただきますので最後までぜひ動画 の方を見ていっていいください、えー、それではですね他のエピソードの方を拾わせていただきます雑誌「Vivi」の中の企画ですね自分も含めたメンバーのクレイジーさはどこに宿っていると思う、まあ、こういった質問がありましたでそれに対して中村海人さんが締め書き竜也さんに対してですねすぐバレる嘘をつくいとすべきおバカかっこ笑い、まあ、このようにコメントされていたそうですであのこのですねすぐバレる嘘をつくっていうここですねでこれなんですが 締めかけ龍也さんのまずは表面の猿ですね。まあ、これがもう最もここに当てはまってくるかなというふうに思いました。えっと、本質のベガタス、そしてイシケっていうのとここも根本的に駆け引き苦手な動物になってきますので、締めかけ龍也さんはまずその裏表というものがないんですよ。苦手なんですよ。で、そこに表面の猿、戻ってきました話の方がなんですけども、猿はまあ本当にですね、嘘がつけない。12種類の動物の中で、 最も単純な動物が猿というふうに、えー、いつも言っておりますが、えー、猿はですね、本当に顔に出ちゃうんですよ。もう全部出ます。ということになりますので、あのまあ、本人としてはですね、一生懸命嘘をついているかもしれませんけども、それは、まあ、確実に外に対しては、まあ、バレやすいものだろうなというふうに、僕はこのファイブアリマのね、この動物の配置上を、えー、そのように思いました。し、まあ、しかそそこにこに猿とといいううのののは愛嬌というものがありますので、まあ、そこをね、えー すべきっていうのは、えー、中村嘉司さんの、えー、本質の狼まあ、あと意思決定の羊。本筋まあ、ここが、えー、そこにね。伴ってくるのかなという風に思いますえー。狼と猿というものは、えー、喋ってきました。けども、相性というのは根本的にいいんですよ。で、えー、と特にその狼というものは、猿に対して猿のものすごく、そのカラッとした。太陽のようなそのキャラクターっていうんですかね。まあ、そこに対してリスペクトがあるんですね。狼さんからするとまあ、なので、オオカミさんっていうのはそのとてもね。オープンで明るい猿と。いうもの にに対してて、まあ、非常に好感を持ってるわけです、まあ、なのでその「伊藤すべきおバカっていう言い方ここがハマってくるんじゃないかなっていうふうに思います。えー、で続きまして、えー、締めかけ龍也くんの魅力について質問された中村海斗君、まあ、こういったことだったんですけども。 小悪魔というかみんなでいる時に普通に人の話を聞いてないんですよ僕はそこ許してないですからかっこ笑いっていうね、まあ、こういったコメントでしたでここの中のですねまあその小悪魔あざといっていうところも気になるところなんですけどもはい人の話を聞いてないというここになりますもうしめかけりゅうやさん本質がペガサスの段階で皆さんお気づきですよねはいペガサスさんは基本的に人の話を聞いていません すいません、ペガサスの皆さん。まあ、しかし、なんとなくわかりますよね。もう、でも、これは、大物思考全体にも、ま、言えなくもないことなんですよ。これね、カッコをあえて切れてくださいね。なんですけども、大物思考という方々は、まず、ベースとして、長い話は、まず聞いていられません。あの、もう、要点だけ話してくれっていう、まあ、そういったものがありますので、まず、長い話は無理です。で、その中でも、ペガサスさんというものは、 頭の回転、それは大物思考全員早いんですけども、特にペガサスさんは頭抜けて早いんですよ。まあなんて言ったって、まず動物じゃないんで、まあ空想上の生き物になってくるっていうぐらいに、もう規格外なんですよ、ペガサスさんっていうのは。で、その言葉、いろんな発想というものが、どん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 頭の中に湧いてくる。まあなので、人の話というものを自分の中に取り入れるというものが、まあ根本的には苦手なキャラクターになってくるんですね。皆様、これはね、ぜひ覚えてください。これは相手をためてより があなたのたのめですで話を続けていくんですけどもまあしかしその「小悪魔あざとい」っていう風に書いてありますがその「小悪魔」そして先ほども出てきました「しかし愛おしい」っていうところもまた ペガサスさんから出てくるものじゃないかなというふうに思います。本当にそのペガサスさんというものは読めないんですよ。本当に。えー、これは良くも悪くも。しかし、えー、いい方っていうものがもちろんたくさん出てるわけであって、で、そのミステリアス、読めないことによるそのミステリアス感というものが相手に対して、まあ、怖くまというふうに映ることも多々あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、しかし、えー、そのね、愛すべきところっていうのは、やはりえ表面の猿から始まり、まあ、そうね、やけ隆也さんの資質、まあ、それに 当たるんじゃなないいいかなという,ふうに思います、えー、このね、個性侵略、動物体内というものは、その人の中の約半分ほどを占めるものになってきます。まあ、なので、残りの半分というものは、その人の環境下でまあできたもの、まあ、他のね、要素っていうものが半分を占めてるんですよ。まあ、なので、あくまでもね、ここで喋ってることは、半分。 半分はこれが原因なんじゃないかなということを喋っておりますので、ぜひご承知おきの方よろしくお願いいたします。で、次のエピソードになります。えー、大金賞から一番ギャップを感じるメンバーは、まあこういった質問がありまして、中村海人さんが清水隆也さんに対して、氏名を普通の成人男性と思って話してみたら、予想の斜め145度から返された。普通のこと違うよねと言ったら、本人もちょっと普通と違うんだって、笑い。このようにありました。 はいもうここもですね本人もちょっと普通と違うんだって言ってますが皆さんお気づきですよねちょっとじゃないんですよペガサスさんなんであのまあこれは中村海津さんも本質がオオカミなんで正直変わってるタイプだとは思いますししかし しめかけりゅうやさんは本質がペガサスなんで、まあやはりね、ぶっ飛んでるんですよ。変わってるというよりかはぶっ飛んでる。これが僕の中でペガサスさんの正解かなというふうに思うんですが、まあこれはですね、結構そのペガサスさんの方からも、えー、コメントの方でですね、たくさんいただくんですけども、やはりご本人たちも周りからのまあそういった言葉とか対応で自分がちょっと違うってことは、 幼少の頃からら感じられているそうなんですねでこれはね、えー、ペガサスさん関連の動画の中でも言ってきたんですけども意外とですね本当、えー、意外となんですが僕が思った以上にその幼少の頃にあなたは他と違うっていうことを指摘されて強制されて、まあ、苦しんだっていう方々が こう思った以上に多いっていうことが、えー、そうね、えー、コメントの多さから僕も知りました、えー、まあなのでこのしめあきりゅうやさんももしかしたらその子供の時からそういったことを指摘されてきたんじゃないかなっていうふうに思いますまあそれでねペガサスさんとても苦しんでいるのですがぜひそこはですね開き直ってくださいそれでいいんですそしてその普通と違うっていうところに対して周りが合わせてくれるっていうそれこそがペガサスさんの僕は特権なんじゃ な,ないかなというふうに思っておりますで、そしてそのペガサスさんの主張に合わせることによって良くなっていくという人は確実に存在するんですねまあなのでそのねペガサスさんのちょっと普通と違うところそこはぜひ大事にしてほしいなっていうふうに僕としては思いますまあね話の方だいぶずれちゃったんですけどもあのこのねしみかけりゅさんもちゃんとね、えー、ちょっとね普通と違うということを自分自身も自覚されてるっていうところがね一緒ですけども笑いだなというふうに思いました はい、えー。そして最後のエピソードとなります。えー、中村海斗さんのファンの方、お待たせいたしました。えー、雑誌 BB の中でですね、えー、中村海斗さんのタコ紹介を求められたりゅう也さんが、 とにかくおしゃれ、僕のファッションの幅を広げてくれて感謝しています。まあこのようにコメントの方をされていました。で、中村海津さんですね。えっ、ー、と、篠け隆やさんの、まあ、エピソードの中で、そのファッションについて触れているコメントは他にもいくつかあったのですが、まあそのファッションというものが、えー、と、てもね、個性的で、まあ、かつ非常におしゃれっていうことなのですけども、そこの引き出しとなるところは、 意思決定の羊。やはりここになるんじゃないかなというふうに思います。えっと、これは、スノーマンの岩本光さんを僕はよく話に出させていただくんですけども、えっと、あの方もファッションに関しては周りから非常に定評のある方。で、岩本光さんは本質が羊ということで、まあ、日頃から非常にそのね、情報収集をしているということを書かれていたんですね。で、それが中村海人さんは意思決定というその人の中で非常に重要なポジションのところにいますので、日頃からね、情報収集というものを非常に好きでね、熱心に されてるんじゃないかなというふうに思いましたで、えー、もう一つですねそのファッションにまあ興味を持つというそこですねで、そこをあえて理由付けしていくんでしたらそこもこの羊になってくるんですね、えー、これはあんまり喋ってないかもしれないんですけども 黒表さんと羊さんというものは自分が周りからどう見られているか、世間体というものを結構気にしている方々になってきます。まあなので、この羊さんというものがそこに改めて、そのファッションというものに対しての興味、ここに繋がるんじゃないかなというふうに僕としては思いました。で、そこにですね、本質の狼によって独自性というものが出てくるんですよ。で、 このバランスなんですけども、これ変な話なんですけども、そこのバランスを外しちゃうと結構痛いファッションになってくるケースもあったりします。まあしかしですね、中村海人さんの場合はその世間の目、まあこういったものみたいなものを意識している。で、そこに自分の独自というものをくっつけているので、あれだけおしゃれでかつ独自のファッションっていうものを形成できるんじゃないかなというふうに僕としては分析させていただきました。いかがでしょうか はい、えー、そして最後になります、えー、お二人の相性の方を喋らせて終わりにさせていただきたいと思います、えー、まずですね締めかけ龍也さんの本質のペガサスそして中村海人さんの本質のオオカミこの2つの動物はお互いにかなり強い信念というものを持っている動物になってきます 人に合わせるということをかなり苦手とする動物になってくるんですね。えー、大文字子の方々のテーマというものは自由なんですよ。何かに縛られる、何かに自分というものを当てはめられるというものをとても嫌がるんですね。って言ってることで当てはめられるのをまた嫌いっていうぐらいに当てはめられるのが苦手です。なんですけども、その中でペガサスさんというものは何と言っても翼を持っているんで、特に その強制っていうものを嫌うんですよ。自由が大好きです。まあなので相手からのこうしろああしろとか、その空気に合わせとか、そういうものはやはり苦手な方々になってくるんですね。で、えー、それに対して狼さん。狼さんっていうものは個性侵略上の名前を独自型と言います。はい。まあなので独自の世界で 本当にマイペースで生きている方々になってきますので、相手に合わせるということを非常にこれも苦手とするんですね。一匹狼っていうぐらいなので、一人でいることがむしろ気楽で一番落ち着くっていうね、これぐらいに思われる方になってきます。まあ、しかしですね、狼さんっていうものは一人ではいたいんですけども、気にはしててほしいっていうね、まあちょっとこういったね、ややこしいところもあるんですけども、まあ基本としてね、一人でいることを良しとしている方々になります。まあ、なので、その信念っていうものが 非常にに強いいですそして周りに合わせられないこの特徴をぜひ覚えてくださいなのでこのお二人そのベースの本質の動物だけで言うと確かにぶつかることっていうのは多々あるんじゃないかなというふうに思いますえー、ペガサスさんはその相手に合わせるのが苦手まあそしてオオカミさんっていうものは空気を読むのも苦手っていうねまあそういったところがあるのでぶつかったりすることは多いと思いますしかしよくよく見ていくと 本質のペガサスと狼、それ以外の動物というものが、このお二人はですね、非常に和平的な動物で構成されてるんですよ。っていうのも、渋谷竜也さんは表面が猿。 猿というものは気まずい雰囲気とか緊張する空気とかまあそういうものが本当にね苦手なんですよ。もう常に常に明るく、常に常に笑いでいたいっていうね、まあこういった特徴があります。で、そして意思決定のゾウさん。ゾウさんというものは非常にね相手のことを気遣う穏やかな動物になります。で、隠れの黒ひ黒ひさんはやはり人志向なので非常に和平的なんですね。 最後に希望の羊、先ほども言いました、ザ・平和の動物になってきますので、本当、島脇竜也さんというものは、本質のペガスも、まあ、もちろんね和平的じゃないところではないんですけども、それ以外の動物というものが、非常に明るく、そして平和にっていうもので囲まれています。 で中村海一さんの方は、えー、表面がタヌキタヌキさんも猿と、ね、似てるんですよ。本当にその、ね、ギスギスした空気とか緊張する場というものは苦手です。そしてタヌキさんは愛嬌というものも非常にありますので和やかさというものが非常にあるキャラクターになってきます。で意思決定は羊。これは先ほどから喋ってきました平和の象徴ですね。で隠れも なんですねまあなので非常に人志向で和平的で最後希望の虎で虎というものは博愛主義というものを喋ってきましたがみんな平等だよねっていうそういった精神がまずありますでそれでいて親分肌兄肌姉御肌っていうまあそういった性質も非常に強いので まず、何かね、争い事を起こしていくっていうタイプではないんですよ。みんなに対しての、どちらかというと、その大きい器で気を回すことができる。まあ、こういった特徴の方を強く持っています。まあ、なので、えー、中村海人さんも、本質以外の動物というものが、非常にね、えー、先ほどから言っております、和平的な動物になってくるんですね。まあ、なので、このお二人、えー、大喧嘩をしたとか、まあ、今でも結構このお二人は喧嘩をし合うってことをお互いね、認めているんですけども、その喧嘩があったとしても、 このお二人は結果的には仲良くいられるんですよ。むしろ、その言いたいことを言い合った方が、えー、自分たちの距離感っていうものが見えてくるんですね。で、この距離感というものが、このペガサスと狼では重要になってくるんですよ。なぜなら、このペガサスと狼自体は、なかなかに相れるってことを苦手とするので、まあなので、その距離感を測る必要がある。しかし、 普通でしたらこの距離感っていうものを測る前に解散しちゃうんですね離れていっちゃうケースが多々あるんですけどもこのお二人はそれ以外の動物が非常に和平的になってきますので話し合いというところまで持っていくことができますでそれによって相手を理解するそして距離をいいところで調整していくこれができるお二人になってくるんですねまあなので最初こそぶつかったことは多いんですが結果的に見るとこのお二人は 仲良くずっといられるっていうんですかね。喧嘩も含めて 仲良くずっといられるらずっとというものは、えー、中村海斗さんの意思決定のひつぎそして島家龍也さんの、えー、意思決定の像、まあ、ここがですねやはりそういった穏やかな長く構築していくってことが可能な動物になってくるからですでかつ島崎龍也さんも希望に羊ぎというものを持っていますのでそういったね一緒にいる命名するっていうねそういうふうにしたいなっていうそういった希望があるんですねまあなので僕的な、ね、感覚で喋らせていただきましたが、えー、このお二人というのは はその表面上の行いとか、えー、表面上のその顔だけでは測れずにその内面的に見ていくと全然安心して見ていられるお二人まあ、こういった風になるんじゃないかなという風に思いました。 はい。えー、今回、四面中、しみかけりゅうやさん、中村海人さん、喋らせていただきました。いかがだったでしょうかえー、リクエストの方、そして、このサービスジャパンの情報の方ですね。えー、ぜひ、えー、ファンの方々見ていらっしゃったら、送ってください。よろしくお願いいたします。今回も動画の方、最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ではまた